リーラは、チェスエンジン、スジェンの作者であるベルギーのプログラマーギアン、カルロポスキュートによって開発された、コンピュータ囲語ソフトウェア。2008年のコンピュータオリンピアードで19ロ版で3位、9ロ版で2位を獲得。また、2017年8月の、第1回中心証券ファイ世界、電脳移行オープン戦では8位を獲得。公式サイトによると、コンピュータの性能にもよるが、 19路盤で9段と同等以上の気力としている。2017年2月からディープラーニング技術を採用したバージョンがリリースされた。当時、無料で利用できる囲碁ソフトとしては最初にプロレベルに近いソフトとなった。リーラは2017年後半から同じ作者が共同開発しているより強いプログラムである。リーラゼロとは名称が似ているが完全に別のソフトである。 以後の無料のソフトの多くは思考エンジンのみで GTP 対応の GUI が別途必要なソフトが多いがリーラは GUI を自前で持っており単体で動作可能である GTP 対応版も別に存在する通常の対局の他に気力を測るレートモードがあるレートモードは30級から始まり勝つごとに級が上がるまたレートモードでは19路盤 給路版の2種類から選択可能。ありがとうございます。